ています。電話更新は、この交差点を確定します。しばらくお待ちください。警察官の交通整理にご協力をお願いします。シャットダウンが終わらないの？苦しい世の中になっても、その中で延命阻止のような日中娯楽を見つけ
アラブの春を、ニューヨークのオキュパイウォールストリート、スペインの M 中央道、そして香港の路上に立つ黄色い傘を持った学生たちを思い出してください。私たちに暴力は必要ない。私たちはこの音楽という最も美しく平和な武器を持ち、自分の足で歩く、自分の声で、自分の言葉で叫ぶのです。もう一度言います。時が来ました。世の中のさまざまなことに目を配り、自分の頭で考え判断する時が来た。そして暴挙を続ける安倍政権に私たちが言うことを聞かせる番が来たのです。おそらく道のりは長い、すぐには変わらない、でも絶対に変わらないので誰が言うんだ。先は長い、俺たちもすぐにおっさんになって次のやつらが出てくる、でも次のやつらもきっとどうして立ち上がる。受け継いでいくんだ、ずっとそうやっていくんだ、無駄なプロセスなんだ。このままだったら恥ずかしくて未来に生きる人たちにこの社会を明け渡せないじゃないか。そのために今立ち上がるんだ。このための力をみんなも俺も一人一人が持っている。その一人の力が、人間一人の力が小さいなってことがあるが、人間なめんな、人間なめんな。その力を持っていることにも気づいてない人、その力を誤って使うことを恐れている人、疲れるからって、面倒くさいからって、その力を手放してしまう人、違うんだ、そうじゃないんだ。その力を正しく使う道を見つけるんだ。その力を正しく使う方法はあるはずだ。俺たちは今試されている。スタンダップはない、スタンダップはない。だからこうして立ち上がったんだ。俺たちで始めるんだ。絶対に変わる民主主義を俺たちの手に。最後に平和と民主主義のために立ち上がり戦ってきた先人たち、そして今こうして共に声を上げ、共に歩く仲間たち、そしてまだ見ぬ未来に立ち上がる来るべき人々、すべての人に尊敬の挨拶を。2014年10月25日、私は特定秘密保護法に反対します。終わります。それでもイエーイ。
から、はいね、ちょっと上がってもらわないと。あっち進むじゃないですか、あっち進むから、ね、曲がらないですよ、曲がらないダメって言ってるんで、ちょっとね、あの許可取ってる方たちだから車道は出るとダメだよね、歩道で歩道